はい、形を見てちょっと思いつきました。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はいはい、本日はね、本当にただの思いつきです。ただの思いつき動画でございます。我が家にね、あるハンガー、多分ね、これ何年前だろう、コストコでこう50本いくらみたいな感じで大量に買って、ちょっと滑りづらい、こうちょっとね、洋服が滑らなくていいんじゃないっていうので買ったハンガーがあるんですけど、ちょっとね、長年使ってるとだんだんやっぱり劣化してきて、結構ここが中プラスチックなんですけど、割れたりなんだりで壊れるんですね、最近特に。で、壊れてこれもちょっともうグラグラしてるんですけど、結構どんどんこう割れて、愛捨てて割れて捨ててってやってるんですけど、このね、完全に燃えないゴミのこのハンガーのかけるところ、これ形見ててちょっとね、思ったんですよ。机だとするとね、私の手が机ってすると、ここにこう引っ掛けたら、引っ掛かるんじゃない？まあ当然ハンガーだからね、物に引っかかるように作られてるんで、引っかかるというね、この形を利用して、この引っかかりやすい、引っかかるための形を利用したら、あるものが作れるんじゃないかなと思いまして。で、それは何かというと、結婚式とか、懇親会とか、バッグがね、ちょうどの背もたれ、椅子のとこにうまく置けないって言ったら、こうテーブルのとこにかけるのありますよね。なんていうの、バッグホルダーっていうんですか、あれが作れるんじゃないかなと。結局ここに、はい、さっき絵描きましたすごい絵ですけど、このここにこう私が前作った紙ゴムをバッグにねかけて持っておくような感じのこう部分を作って、ここにバッグの持ち手をこう入れて止めてね、そのままぶら下げることによって、はい、机あります。机あったら、ここにこういう状態で、バッグが、よいしょ。こういう状態ですね。多分。はい、すごい下手ですけど、バッグをかけておく金具になるんじゃないかなと。先ほど、こう形を見てね、ああ、これもう捨てなきゃと思った時に、ん？って思って、ちょっとそういうのを作れるかなと思いまして、で、これを、今日ですね、ここを編みくるんでいきたいと思います。編みくるんでいって、ここを実際、こう輪っかにするように、ここからはね、金具ないですよ。ここから金具なくて、糸だけで、ベルト部分を作って、で、ボタンで引っ掛けるものを作って、そういう、こう、バッグホルダーみたいなものを作っていこうかなと思います。で、ちょっとね、思いつきなので、どのぐらいでできるかもちょっと想像つきませんので、ちょっと長さがね、今日一日でできるのか、明日も続きをやるのかは、ちょっとまだ分かっておりません。でも、まあ、やってみましょう。はい。で、4号で行ってみますか。で、あ、そうそう。で、これ一応ハンガーのも、こう、かけるとこですけど、あんまりね、こういうハンガー、ね、みんな誰しも使ってるわけではないので、たまたま我が家にあったハンガーのかけるところっていうだけで、すべてのハンガーの、ここがね、それにふさわしいかって言ったら多分違うと思いますので、そこら辺はご注意くださいと。試してみないとね、わからないと思うんですけれど、はい、で、まずどこでもいいんで引っ掛けて、引っ掛けて、で、鎖編み一つして、はい、細編みします。はい、細編みしちゃいます。よいしょ。で、続けてもう端とも何もかも編みくるんで細編みしていきます。よいしょ。まさかね、いらなくなったというか、壊れたハンガーのここがね、こんな風な活躍を見せるとはって感じなんですけど、
ちょうどこのハンガーの形、うまい具合にここがちょっと、滑り止めじゃなくて、なんて言うんでしょう。こうちょっとこう、大きくなってて、ここ編んだ、この編んだ編み地がスポッと抜けないような作りになっているので、あまり太いね、糸で編んでしまうと、この出っ張りよりもね、編み地の穴が大きくなってしまって、スポッといってしまうので、そこら辺はちょっと気をつけた方がいいかな。多分、レース糸の20番とかの方がもしかしたら落ち着きがいいかもしれません。何でもかんでも編みくるんでしまえ的な感じですね。もうひたすらあとは、よいしょ。ちょっと、キュッと目を詰めながら、目を詰めながら下の方まで、編んでいきたいと思います。まあこれ金属、まあね、金属なものですけど、金属だけでこれ編みくるむことによって、ワンクッション、綿とかね、麻とか、毛のワンクッションできるので、机にも優しい、かける机の方にも優しいものが出来上がるし、バッグにも優しい、持ち手にも優しいものが出来上がるんじゃないかなと。まあ、とりあえずここで保留で、あとでここボンドでね、ビビッと止めちゃってもいいかなと思ってます。で、ここから、なんぼかな、鎖編みなんぼかな、鎖編み一つかな、一つして、で、すぐ、この1センチのね、ニットリングを、編みつけていこうかなと思います。5目ぐらいで半分かなと。で、また次のところに次のやつ入れて、ゴマ。で、最終的にここにね、ボタンつけようと思うので、ちょっと考えようかなと思います。で、ここを、よいしょ。1、2、3、4、5。私がよくこう結婚式とかにね使うバッグがあるんですけれど、黒いこれの要するにここですよね。ここにかかればいいから、4つぐらいで半分なのかな。4つ、課題があるな、まだ。よいしょ。ちょっと、それをやる前に、ちょっとここ固めたいな。固めたいので、ちょっとまだ課題だなと思ってる。これちょっと固めるために、ボンドつけて、この金属とこの糸をカチッとさせたいので、今日の撮影をこれで終了して、続きはまた明日編もうかなと思います。とりあえず今日は固めさせてください。はい。というわけで、ここまで行きました。これで、机にね、机にカットかかる。ここ机ですよってすると、ここにカットかかるものになって、で、ここに、要するに、重いものがかかるので、ずれ落ち、しっかりここでホールドされるんじゃないかなという、企みで作っております。はい。ちょっと、続きはまた明日、ちょっとね、何にでもくっつくボンドで、
くっつけ、ちょっと金属と糸を落ち着かせて、で後から出来上がる時にちょっと隠すようにね、ボタンとかね、ちょっといろいろ考えようかなと思います。はい、それではまた明日続きをやっていきます。じゃあ。